八田です。え、誰ちょっと急に話しかけてきて。なれなれしいな、君。これジャニーズのオーディション、これこのステージにした方がいいです。実力マジで出る。いやでも大したもんだ。すごいっすわ。この上達は。いい感じですか。うん。ブラボー。Thank you, thank you.79台いますからね。まごうことなきザコですよ。またザコいますからね、ザコ。ちょっとちょっと、完全にザコですからね。本気なわけないじゃないですか。うん、俺も変わったんすから。ん？じゃあ、次で、一回1位取ります。先生、これはもう宣言させてもらいます。はいはい。もうまだ確定事項というか、うん。みんな大丈夫、金なくて。あれっすよね。このステージやったらあれなんですよね。お化け探しに行くんですよね。嘘なるほど。それやったら行くんですよね、お化けまた。ゴルフもそこそこに。あ、これゴルフか。お化けずっと探しました。すみません。あ、だからか。わざわざ変なとこ行ってんなと思ったわ。あ、なんだ。寒い部屋探してたんか。どうなんすよ、温度確かめてて。そういうことか。いや、大したもんだ。アピールしてください。あかんすわ。はい、何歳ですか？反応ないの。あ、これゴールないんすよ。あーダメだ、もらえろ、もらえろ。あ、更新あったの今聞こえたもん。ちょっと待って、行ってこいすんなよ。やばい、俺作者だけど。あぶねー、ずるいって。なるほど、8だ、8だ。冗談っすよね、8だって。あ、僕っすか。びっくりした。ああ。気づいてない。あ、びっくりした。八田です。え、誰ちょっと急に話しかけてきて。なれなれしいな、君。山田君、寝坊したこととかあるんですか。寝坊は、ガチで言うとあります。あ、人間ですもんね。まあまあ、めったにないですけどね。寝坊か。どんな感じなんですか。いやもう地獄ですよ。起きた瞬間疲れが溜まって溜まってドキッとする感じですか。もう集合時間に起きたりとか。うわー、多分、はい、普通の人とより寝坊の規模感が違うと思うんですよね。いや確かに、あの多くの人が動くじゃないですか。はいはいはい、マジでやばそう。起きた時の絶望感、いいんだって思います。なんかあ、俺死んだなって。めちゃくちゃ、うわ、いや、これはね、このステージを運だとか言う人いますけど、実力出ます、このステージ。ここ一番運ですもんね。いや、一番実際僕がホールインワンなんで、完全実力出ますから。うわ、運いいな。運じゃないです。いいな。早くもういらないです。寝坊しますよ、これ。大丈夫ですか。運が良くて良かったっすね。ゴルフなんかする宝くじ買った方が良かったんじゃないですか。たた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 た。真面目にやってもらっていいですか。ちょっとカメラワークがさ、これちょっとカメラの特許問題のせいですよ、これ。出た、カメラアングル最悪ですよ、これ。返せ、ちょっと特許返して、はい、やばいってこのカメラ。確かにこのカメラ、完全にカメラアングルが、あ、もうこれ完全にちょ、これダメっすよ、このカメラ。うわ、おー、どうぶれカメラ。いやもうこの壁際すかしカメラ特化の弊害出てるわ、これ。ああ、もう、あ、やられたわ。特許取るの、ま、特許にやられたもん、これ。ああ、え、キャリーっすね。見えないっすもん、だってこれもう見えないっすもん、見えない、うん、はっ、うわ、完全にチーターいるわ、この辺。
あ、なにこれ、どれか振ったら返ってたぞ。うわー、なにここ。うもう一周とか。山田君、志高え。すげえ。俺あと一周しから部活上がります。もう一回行くんすね。さすが。あ、もう一周か。すげえ。真似できねえわ。自主練もほどほどにしてくださいね。やっぱ。ほんとっすよ。追い込みすぎっすよ。休むのも仕事っすから。うわ、すげえ。どうやって入れんだよ、これ。あ、どうやったら入るんですか。うお体に触りますよ。えいや、寝坊っすよ、これ。オーバーワーク、オーバーワーク。これどうやってやりすぎですって。もう心配になってきましたよ。おー、すげえ、こんだけやっぱストイックなんだな。あ、終わった。ガチ運ゲー。実力、一番実力が出るあれだった。もうここはガチの運ゲー。運でしかない。本当に実力っすね。いや、もうそれはね、このステージでいいスコアで喜んでるのはね、うん、マジで恥ずかしい。これジャニーズのオーディション、これこのステージにした方がいいです。実力マジで出る。いや、やめた方がいいです。だってもう出るわ。でも 本人が沼ってんすもん。なんかこのステージだから別に関係ないってことですよ。素質になりえない。オーディション関係ないと思う。いやいや、もう超えたんで僕はね。どうぞ。え、入ったじゃん。うん、うん、あれ、うん、完全に11台でも落ちてるっすね。オーディション合格。そっか。あ、これ何でしたっけ、これ。あ、俺先行って見てきますよ。は？何これ。なるほどね。エゴ。うん、ブディ。あ、そういうこと。うわ、すっげえ。やっぱ高いわ。あ、これそういうことか。うわ、やっぱすげえ。こんな飛ぶんだな、最初ぐらいになると。俺怖くて飛べねえっすよ、そんな。どえらい飛び。あ、まあそうは言うてもね、やっぱ100だった。俺みんな一回ずつ1取ったんじゃないですか。痛み分けですか。俺王冠かぶり、こっちは最後俺なんで。俺かぶった記憶ないな。あれでもついてるじゃないですか、あの銅色の王冠、錆びたやつ。うん、なんか何したっけ、白っぽいやつ。あのなんですか、アルミでできたのかな。いや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 、アルミの王冠とかかぶれてよかったっすね。あー、なるほどなるほど。なるほど。あー、なるほど。まあ俺一回かぶったから、うん、昨日。あー、なるほど。まあまあ、うわ、悔しくないよ俺は。別にすごい。まあまあまあ、重量感、この王冠の。うわ、あ、重いんだ。すごいっす。あ、重いんだ、重いんだ。そっかそっか、アルミとだと全然。そっか、違うんだ。やっぱシルバー輝きがいいね。輝きは違う。え、それ頭にアルミホイル。あー、とりあえず一旦だ、バラを廊下に散りばめてきます。じゃあ俺も散りばめんだ。やっぱアイドルすげえな。俺普通に証明してくるわ。